さあ、それでは続きやっていこうと思います。ランボルギーニミオラを作るの82巻ですね。何気に気がつけば残り18巻。まあすごいね、いいね、いいペースだね。見てこの LP750 なんか LP5704 のこれ見て、すげえかっこいい、すげえかっこいいでかっこいいね、マジでかっこいいよ。ちょっとどうでもいい話を最初に。見てこれ、排気量 5204cc だって。すごいよね。やばい、これ見ると止まらないんだよ自分ね。見たことある、こういうフルカーボンの車。これカーボンなんだよ全部。フルカーボン。じゃあ部分的なカーボンパーツとかはね、あったりするけどさ。いや、フルカーボンって、ほんとね、現物見ると、うわ、すげえな、えぐいなって思う。はい、ということでですね。組み立てガイドの82、ヘッドライトを組み立てるとなっておりまして、82号ではこちらのキットですね、こちらがついてはくるんですけれど、今回はここに書いてあるように今号に付属するパーツは全ての号で使用するので大切に保管しておきましょう。大切に大切に保管しておきまして、で今回使うのはですね79号のやつですね、のキット、これですを進めていこうと思います。ではヘッドライトを組み立てていきましょう。開封開封。フルカーボンのね、車ね、ほんとすごいのよ。そのね、ボンネットがとかさ、ウィングがとかさ、どこどこがとかあるけど、フルカーボンのそのカーボン面を残したままの状態のやつっていうのを見るのはね、マジでちょっと感動した。うわ、すげえ。でヘッドライト、ヘッドライトは両方同じものじゃない、違う、出しちゃった、これ一緒か、いや、はい、大体ね結構ね違う車と多いんだ、ヘッドライトのこのね、今のヘッドライトとまた昔のヘッドライトって違うから、今のヘッドライトとこの時代、まあね、ちょっとこの、なんだろう、クリアパーツのレンズの部分の柄がね、違うんだよね、右と左。まあ知ってる方多いよね、私のね、動画見てる方とかはね。ヘッドライトのこの柄がね、やっぱり運転席と助手席と、運転席側からこうよく見えるように的な、にゃにゃにゃっていうような感じなんですけどね。光の折れが変わって見やすくなっていると。で、こう見ると、これはでも一緒か。一緒だね。でこれが、この斜めになってるね、車線みたいなのが右側に来るようにここにはめるよと、ここにこう、はい、このね三浦を作るのいいところはね、接着剤を使わないところでございます。ほこりが入ってないようにフーフーってやって、フーフーってやってきれいにしてやってですね、こんな感じです。どうでしょう、かわいい。で、こちらですね、ヘッドライトの LED1 本を用意した、あ、くしゃみ出そう。ステップで組み立てたヘッドライトの人と写真のように並べると、まずこういう感じですね、並べますと。並べてここに差し込むよと。あ、はい、これなんかバリ出てんだけど今気づいた、これ中にバリ入ると嫌だな、ちょっと質感が違っていい感じ、くしゃみが出そう、よいしょ、えい、出た、外に、よかった、えいよ、外に出た。こっち側どう、大丈夫、あ、こっち側大丈夫、ここに突っ込む、結構硬い、爪を使ってやるとかあんまりやりたくないね、女性の方にはちょっときつい感じだよね、ネイルね気にされてる方とかはね、まあ私は全然気にしないのでいいんですが、おら、まあまあ硬い、あ、すげえ奥までしっかり入る、これちゃんと奥までちゃんと差し込んだ方がいいね、グッと、あ、今メキっつったけど大丈夫、力入れすぎた、大丈夫、いい、 OK、 切れてないよね、
こんなんでヘッドライト切れたら泣けちゃうわ。お、これ金属出てきてる。ヘッドライトマウントバーですって。出ない。ヘッドライトマウントバーを用意する。向きがよくわからんけど、こう向きかな、こう向きだね。ちょっと説明書よく見る。写真がちっちゃくてよくわかんない。よし、ここの向きで合ってる。そしたら次、ちょっと待って、よいしょ。で、これをなぜここメッキ、メッキパーツに黒く塗装した。これ何色なんだろう。すごいいい感じの質感のマット感がすごくいいんだけど、まあ、え、なんか割れた。あ、塗装が割れたのね。見て、塗装が割れた。これをここに打ち込んでやる、打ち込んでやる。パキ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 ってる。怖いな。こいつもそうか。だからこうさっきグッと押さえた時にパキって言ったのは塗装が割れたのかな。こいつも、あー、やだやだやだ、ちょっと、よしよしよし、こんなんでいいかな。ちょっとちゃんと奥まで入れてあげたいとこだよね。まあ大丈夫でしょう。で、そしたら付属されている B のネジで止めるよと。やべえ、もう終わっちまった。そしたら終わりって感じです。やべえ、すげえ短い動画になっちゃった。まあそうしたらちょっとさっきのね、あれ見てこうか。中身の方、まああの、アシェトさんの方にね、好きなようにやっちゃってくださいって言われちゃってる、ね、言ってくださったんでね、好きなようにやらせてもらえますかね。このね、中の情報っていうのはできればね、ほんとね、購入した方のみがね、こう、ムフフと楽しんでもらいたいようなところではあるんですけど、ただまたバキッつった声、今度プラが割れたんじゃないのか。気をつけよう。そんなガッチガチにね、締める必要はね、確かないんでね。あははは。で、ちなみになんですけど、これで82号が終わったこと、終わったんですが、83号の方では、右フロントホイールハウス、右フロントウインカー、右フロントフォグラブ本体、右フロントフォグランプレンズがついてくると。まあ前回と一緒ですねっていう風になっております。次回作るのは何やるかっていうのまでは書いてないなっていう感じです。ということで今日はここまでで、なんかね、見てすげえかっこいいっしょ。フルカーボンとかね、すごいんだよね。ランボルギーニのさ、この前面、このなんていうの、この感じね、質感とかさ、すごい高級感があっていいわ。なんかスーパーカーと高級車の掛け合わせたような感じでね。そう、あの、個人的なすごいどうでもいい話なんですけど、こういうスポークの細いホイールとか大好きなんだよね。そう、今自分がさ履いてるホイールとかでもさ、できるだけスポークの細いこういう形したやつ、こういう形したやつが好きなのよ。こういう形、今のさホイールって結構リムがさ深いのとかもう、それはそれでよりも結構この内がこう減ってる、名前なんて言ったか忘れたけど、こういう系のホイールが流行ってるよね。どっちかって言ったらこのね、スポークのところはこう辛い位置な感じになってて、ホイールに対してね、だけど奥がこうね、ペコンってへこんでるような、まあこれもそうだけどね、中がこう思いっきりへこんでる、ね、時代とともに逆になっちゃったんだね。今度意外とあんまりこういうホイールはそんなに興味がないんだよね。でもやっぱりさ、リムが深いやつをさ見ると、うわかっけえとか思うんだけど、リムが深いホイール見ると、あ、絶対俺の車じゃ履けないみたいなさ。ただでさえ鍋さんの車なんか今もホイールが飛び出てるからさ、車検取んねんだよな、あれ。やだね。いいじゃんね、別にそんなちょびっとちょびっと、ほんのちょびっと飛び出てるだけで、なんか車検の時に直さないといけない、めんどくさい。その割に後ろはもうグンって入ってたから、めちゃめちゃ内側に入ってたからさ、 8.5J のホイール履いてるけど、後ろは結構入り込んじゃってるから、あのスペーサーかませてちょっと外に出るようにしたんだけど、こういうやっぱりね、フェンダーに対して辛い位置感がいいんだよね。本当はいいね。
でも不思議なもんでさ、あのボディサイズに対してちょっとこうねフェンダーをこうね、ねあるじゃない、こうグイグイってこう出してあげるとさ、それではそれで車検今度通るんだもんね。不思議なもんだよね。なんか誤差どんぐらいなら OK みたいな、そういうのらしいよ、うん、あんまり知らないけど、知らんけど、かっけえな、ほんとかっこいいな、いいよな。まあ程遠い話だな。あ、いいね、見てこのトラクター、ランブルギーニのトラクター、すげえね。いやーいいわ。ただ思うんだけどね、この P0 ホイールじゃないタイヤいくらするんだろう。もう目が飛び出るぐらい高そうだよ。多分4本で100万とかそんなんかな。もっとするのかな、どうなんだろう。あの超高級車とかでタイヤ交換に行ったりすると、なんだろう、普通のお店、ディーラー以外のお店で やってもらおうとすると断られることが多いんだって。やっぱりホイールに傷をつけてしまう可能性があるとか、そうするとまあ莫大な損害になっちゃうから。あの純正のホイールってすごい高いのよ。あの例えばね、どんなメーカーでもこうホイールね社外で出してるんですけどさ、まあ、BBS とかレイズもそうだしね、ジオとか、あ、じゃあオジとかもそうだし、あとね円形とかさ、ああいうホイールもね結構パッと聞くとお高えとか思うけど、純正のホイールって何気にすごい精度が高くて高性能で高いんだって本当はね。だから結構あのオプションとかでさ、あのホイールとかね、新車買うときにオプションでホイールとか選ぶとすごい高いじゃん。あれってねそういう理由なんだって。実は純正のホイールっていうのは非常にいいものなんだって。そうで、やっぱりこういうのもね、まあやっぱりそれがねランボルギーニなんていうとめちゃくちゃ高くてさ、やっぱりこんなん傷つけたらお店からするともうでも触りたくもないような超高級ホイールだから、傷なんかつけた時にあってな感じだからね、弁償できるような金額じゃねえみたいな、リスクの方が高いんだろうね。いいな、こういうスポークの細いホイールかっこいいわ。この前ねランボルギーニが走ってくのを見たのよ。かっこよかった。意外とねやっぱり普通に走ると静かなんだよね。まあモードがあるからわかんないけど、何モードで走ってたかは、やっぱり普通にスーッと走っていく音はね非常に静かなんだよね。でそこでやっぱりこうなんだろう、名前違うと思うけどスポーツモードみたいなのに走るといきなり甲高い音になってさ、高速ね回転数がバッとこう上がるようになったりするから、いい音がするみたいなね、甲高い音がかっこいいんだよね。まあというどうでもいいお話でございました。まあいつかね乗れるようになりたいけど、まあ無理だな、絶対無理だな。よし、まあ夢は持っていこうということでですね、82巻今回はこんな感じでございます。いいね、お目目が超可愛いですわ。で残りねなんだかんだでね約18巻となっておりますのでね、完成が順に見えてきて一番楽しいところだって感じですね。ということで今日はこの辺で、ではまた。